方が薬局マジで No Doubt。ワディさん、はい、相談なんですけど、はい、あの友達が最近婦人科で、はい、婦人科モテールを処方されたんですよ。モテール、うん、はい、でもともと別の病院でホレールを処方されてるんですけど、ホレール、はい、一緒に飲んで大丈夫ですかね。ちょっと待ってね、はいはい、婦人科の薬が久しぶりやけんな、ちょっと合って、多分合ってると思うけどな。婦人科のモテールとホレール、モテールとホレール、併用注意なしも大丈夫ね。っしゃ、合ってるね、合ってる。あ、それはむいちゃんさ、はい、さっきあのお話してたあのホレールとモテールね、あ、はいはい、あれ一緒併用しても大丈夫だから。あ、よかった。あ、伝えるの忘れてたからね。ありがとうございます。また、はい。内容が、ピカ、ハゲール、ハエール、ハゲールとハエール、キンキン。いや、まあ、ちゃんと見ておこうかな。添付文書確認しよう。添付文書と、確か、大丈夫だったよね。キンキじゃなくてですね、内容も OK。よし、大丈夫よね。こうやって戻せなる、なくなる、戻せなくなることあるよね。お前、金ちゃんかな、お前、声がいっぱい出とったろか、お前。あの時、お前、顔になったら、お前、孫がお前、恋しちゃったからな、お前、面白かろか。かわいい、作るわ。お薬なんですけども、今日は湿布薬だけになりますね。かぶれとかいつもないですか？はい、大丈夫です。そうですね、わかりました。じゃあ、お薬以上になりますので、はい、はい、お大事にせませ。大事な、あ、こんにちは。こんにちは。今日、クルメの処方箋なんだけど、お願いできるかしら。クルメの処方箋ですか？ちょっと確認しますね。産婦人科の処方箋ですね、うん、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、ちょっとモテールの方が近くにうち産婦人科がないので、モテールでお薬がちょっとうち在庫に今なくて。あら、ないの。あら、できたらですね、大賀薬局の処方箋送信アプリとかを使っていただくと前もってデータを送れるので、あら、うちも在庫しとけれるんですよね。便利じゃない。よかったら使ってください。ありがとう。じゃ使ってみれば。ファックス処方でも大丈夫ですよ。あら、はい、ぜひお願いいたします。こういう場合があるんです。マイファーマシードラッグオーガ24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうが、ハーテンクロスがスローガン、オーガ薬局マジでノーダウン。ダメだ。